自民党と公明党は軽減税率の対象品目について生鮮食品に加工食品を加え財源の規模を1兆円程度とすることで最終調整していることが分かりました軽減税率をめぐっては自民党の谷垣幹事長と公明党の井上幹事長が昨日、断続的に協議しました。 自民党は来年の参院選を睨んだ公明党との協力関係を優先して大幅に情報し、生鮮食品に加えて公明党が主張する加工食品を加えることを決めました。焦点となっている財源の規模について、自民・公明両党は1兆円程度とすることで最終調整しています。この場合、対象品目は生鮮食品に加工食品を加えた 酒と外食以外のほぼすべての飲食料品になるとみられます。自民党と公明党は今日改めて協議し、最終合意を目指すことにしています。